どうもワニです。そしてこちらはツヤ消し大ゴミ虫魂という虫の幼虫、通称ジャイアントミルワームと呼ばれて、魚とか爬虫類のペット用の餌に販売されている生き物ですね。今回こちらはね、我が家の爬虫類たちの餌用に1キロ購入しまして、1キロに約1000匹入ってるらしいです。このね、下の床材の中にいっぱい入っていて、まだまだ数がいるんですけども、今日はこいつらにこちらブラックバス、まあ、先日王ちゃんからもらったやつですね、こちらを投入して与えていきたいなと思います。そう、ジャイアントミルワームって結構ね、顎の力も強いし、肉食傾向も強いんで、こういったお魚とかお肉なんかも食べちゃうんですよね。早速集まってきてます。お腹にも顔にも反応が早いですね。お肉の匂いとかがわかるのかもしれませんね。すごい勢いで尻尾の方にも、尾びれのこのヒレの鰭条の部分じゃない膜の部分の方なんて柔らかいからすぐ食べられちゃうでしょうね。うわ、あっという間に囲まれちゃってます。綺麗に並んで食べていっています。このオオクチバスの鱗ね、このサイズでも結構硬いんで、もしかしたら食い破れない可能性もありますけども、どうなっていくのか見ていきましょう。10倍速にしてみました。魚の周りにだけ集まっていたミルワームたちが徐々に魚の上にも集まってきました。まあ、こんだけ匹数がいるとね、周囲に集まれるミルワームの数も限られてますから、上の方に行くしかない。ただやっぱり上の鱗のところは硬くて誰も食い破れないみたいですね。あっという間にもうミルワームで下のブラックバスが見えなくなってしまっています。このミルワームたちが去った後、ブラックバスはどんな姿をしているのか。100倍速にしてみたらもうわけわかんないですね。ただ右の方、なんかちょこちょこ白い棒状の骨みたいのが出てきてると思うんですけども、これ多分尾びれの鰭条の部分ですね。尾びれがだいぶ食われてきて、鰭条が取れちゃって、もう周りにとっちらかってきてます。よく見たら胸びれの方も鰭条だけになってますね。徐々にエラも見え始めました。見え始めたというか、なんかエラの中にミルワームが入っていっているのが見えますね。食べるところがなくなってきたのか、徐々にブラックバスの姿が見えてきました。はい、等倍に戻します。こんな感じです。お腹はすっかり開かれてしまって、体の中まで内臓や肉まで食べられてしまっているのがわかりますね。まだ少しは食べるところが残っているのか、体の中にミルワームが集まっています。満員電車みたいですね。はい、というわけで丸一日置いておいたんですけども、すごいことになってますね。うわぁ、見事に皮と骨だけになってます。ブラックバス結構鱗がね硬いんで、食べれないかな、食い破れないかなと思ったんですけども、どうにかなんか柔らかいとこから探して食い破って、中身全部食べちゃいましたね。鱗は食べれなかったみたいですけど、中身は全部いっちゃいました。見事に骨と皮だけ。ミルワームすげえ。これ多分ね、我が家で飼育しているオレンジヘッドローチ、肉食ゴキブリだったら鱗食い破れなくて骨まではできなかったんじゃないかな。ジャイアントミルワームの顎の力の強さが分かりますね。で、バスを食べてくれたミルワームたちを我が家で飼育しているカエルさんたちにプレゼントします。もう食べとる食べとる。ブラックバスは直接このヒキガエルたちは食べれませんけども、こうやって与えれば間接的にミルワームを挟んでブラックバスを食べることができる。そう考えると、どんな生き物も餌にちょうどいいサイズにできるかもしれませんね。こうやって外来種だけじゃなくてね、ミルワームって野菜とかもいろいろ食う雑食性の生き物なんで、生ゴミなんかの処理にも使えると思うんですよね。だからそういった生ゴミとか外来種とか、いろんなね、有機物をミルワームに与えて、それをペットに与えたり、食用の生き物に与えることによって、本来ゴミで廃棄されるはずだったものが、有用なものに変わると。素晴らしい循環が作れますね。これ新しいビジネスチャンスかもしれないな。これが SDGs。ミルワームで回る SDGs でございます。その一端を今、あなたたちは見ています。
ゴミだったものがミルワームを返せば価値あるものに変わるというわけです。俺が大金持ちだったらものすごい大きさのミルワーム牧場を作って、そこで廃棄の食品とか引き取ってひたすらミルワームを量産し続けるということができるかもしれないですね。そういったことが本当に可能なのか、今度はもっと大きな獲物をミルワームに食べさせてみたいですね。都を引き返るたちも食べました。ちょっと下手な子が多いですけども、そっちはカエルだ。あ、踏むな踏むな。あ、すごいことになってる。お前いいですね。ブラックバスがカエルになっていきます。お前がずっと乗ってるせいで下の子が動きづらそうだぞ。いや、メガエルにも。これ。いいね。オリアオガエルは食べるかな。食べました。おお、ピンセットごと。虫大好きのアロワナ。下に落ちたミルワームも、はい、食べました。そしてミルワームといえばやっぱりフトナゴちゃん。下手くそだな。っていう感じで今回の動画はね、この1000匹のミルワームの中にブラックバス1匹投入した結果、見事に1日で皮と骨だけになりましたという動画でございました。また今後もね、こちらのミルワームにいろいろ与える動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。